一年の長さを暦によって定義する方法が、歴法であり、現在世界各国で用いられるグレゴリオ歴、現行歴では、一年、または、一か年を365日とするが、一年を366日と、するウルード史を400年間に97回説する、ことによって、一年の平均日数を365.2425日と、する。なお、天文学における、 時間の計量の単位としての年には通常ユリウス年を用いる。ユリウス年は正確に三十一五百五十七六百秒イコール三百六十五点二五 d d イコール八十六四百秒である。口述。年は時刻を表示する区分であり、また年数を表す単位ともなる。これは英語のイヤーも同様で四 years old 4歳や パーイヤー、一年あたりという時間を表すとともに、イヤー1950、1950年や、ザイヤーズオブ、s 第の年の時代というように特定の時刻を示す際にも使われる。歴法に従い時刻の年を表す方法が記念法であり、キリスト起源、西暦が最も多くの国で使われていて、国際標準化機構の ISO8601 では、 アラビア数字4桁で表記するよう定められている。また、西暦と独自の記念法を併記する場合があり、新聞を例にとると、日本では、西暦2011年に対して、言語を用いる、平成23年、大韓民国では、段組ンン4345年、朝鮮日報、北朝鮮では、主体歴100年、コリアンニュース、イスラム教国でもエジプト、あるアハラムやブルネー、 ペリータブルネーを例にとると、ヒジュラ歴1432年が平記される。年は、天文学においては、ユリウス年以外は、軽量的な用途には馴染まない。その理由は、現行のグレゴリオ歴では、順年があるために、1年が365日、または366日となって日数、または秒数安定しないためである。さらに、 地球の時点と時刻を合わせるために、ウルー病による補正も行われているからである。軽量の標準である国際単位計では、時間の基本単位は、秒と定められており、天文学で用いるユリウス年は、正確に31557600秒である。年は、時間を示す、大まかな単位としては一般に認められている。 これは人間を取り巻く環境や生活がもたらす、周期性を重視し、それから受ける感覚を尊重していることに由来する。このような累積する、時間、秒と繰り返す時間、年の共存は、単位の柔軟性と多様性を示す一例にあたる。日本語で、都市とは、糖や穀物を語源とし、一年周期で稲作を、行っていたため、年の意味で使われるようになったという。 ちなみに、漢字の年は、のぎに粘りの意味を含む人の負を加え、穀物が成熟するまでの周期を表現した。地球上で生活する上で、一年の長さとは、春夏秋冬という季節が一巡する期間を指す。そしてこれは、地上から見た太陽の高さと日照時間の変化で、もたらされる。太陽は、天の赤道から約23.44度傾いた、王道を通っている。 春分と秋分の際に天の赤道と王道は重なるが夏には天の赤道よりも最大約23.44度高い位置を太陽が通り冬には逆に最大約23.44度低い位置を通るこれに伴い日照時間も変化し昼夜は春分と秋分ではほぼ同じ夏には昼が長く冬には短くなる太陽の高さは 日光の入射角を決め、夏の時期には高くなり、地表の単位面積あたりのエネルギー量が多くなる。また夏には、日照時間が伸びることもエネルギーを増やす。冬にはこれらが逆に働き、結果として季節ができる。この季節の一順は、天文学的には、春分から次の春分までを指し、これは、太陽年、回帰年と呼ばれる。この見た目の太陽運行は、 太陽を公転する地球の自転軸、地軸が公転面に対して約23.244度傾いているために生じる。これは赤道傾斜角と言われる。地球が太陽が春分点にある位置から太陽周回軌道、を、公転軌道をほぼ一周すると太陽に対するこの傾いた地軸が同じ位置になり再び春分点に太陽が来る。これが季節の一順となる。 しかし地球の時点軸や光転時間は一定していない。傾いた地球時点軸はコマが触れるようにその方向を変え、そのため春分点が1年あたり約50秒ずつ東へ移動している。これは再三動と呼ばれる。そのため実は春分点への回帰を根拠とする太陽年では地球の光転上の位置が一定しておらず、1年で 地球の交点方向と逆に角度約50秒を、交点時間約マイナス20分ずれていく。これは地球上では年々ずれる春分点と遠い距離の構成が作る星座の位置が変わっていく、現象として観察される。地球が正確に交点軌道を360度回転した年は、この構成、完成形を基準に、その位置が回帰した時間として定められ、これは、 高青年と呼ばれる。基本的な天文学的一年を決める地球の公転は、ケプラーの法則に従う、楕円軌道で定義され、再三運動も一定ならば太陽年や高青年に変化は生じないと思われる。しかし、ケプラーの法則は二つの天体についての運動をニュートン力学で解いたものであり、ここに第三の天体が加わると計算が非常に複雑となり、 事実上近似値しか求められなくなる。このような多天体の影響による軌道の乱れは、節道と呼ばれる。サイモンニューカムはこれら節道の影響を短い周期、短周期項とゆっくりした周期、詳しくは長周期項と長年高に分け、それらが断続的にケプラー運動の小基地に影響を与えると述べた。そして、この節道によって地球の公転軌道は徐々に、 離心率が小さくなり、構青年が短くなると説明された。さらに節動は、自転軸の衝動を起こし、光転速度に乱れを生じさせ、光青年に影響を与える。また、光転軌道そのものも一定ではない。楕円の光転軌道も、多惑星からの節動によって回転しており、地球の近日点は1年で地球の光転方向側に、角度約11秒ずつ。 高天時間約4分ずれてゆく。近日点通過後次に近日点の位置に地球が来るまでの時間を近天年平均約365.25964日というが、この年は高生年よりも約4分長い。一方、年を地球の時点によって決まる日で定義する場合、この時点そのものがだんだんと減速していることも知られている。 雪道や潮積などの影響と考えられているが、古代の日食記録や産後組織の日単位の粗密、日輪の調査等から約5億年前の1日は短かったことが判明しており、当時の1年は約400日だったと考えられる。初期の人類が時間を認識する基礎は季節の観念だったと考えられる。これは資料最終社会において、 獲物や収穫を左右する要因に大きく影響を及ぼしたからである。ただしその当時どこまで厳密な念の概念を持っていたかは定かでない。イギリスにある新石器時代の遺跡ストーンヘンジは一種の天体観測台であり、下詞や当時の時期を知るカレンダーの機能を持っていたと考えられる。日時を認識する際、天体の月がそう、満ち欠けを起こす様子は便利だった。 そこから、新月から次の新月までの周期である一作望月、約29.53日を基礎に置いた暦である、退院歴が発達した。この暦では、平均1日持続き、約29.53059日から1ヶ月を29、または30日とし、その12倍、退院年イコール約354.36708日を歴年と定めたが、 季節の循環と毎年10日ほどのズレが生じることになった。この暦は遊牧民族や魚老中心の社会に適し、地域では古代メソポタミア、エジプト、ギリシア、中国で発達した。現代でもイスラムで使われるヒジュラ歴は退院歴であり、一年は354、または355日となる。しかし退院歴は季節の木とのズレが激しく、 気候変化に根付いた時間間隔との違和感が大きく、農耕民族にとっては使いにくい。古代ギリシアの数学者メトンは、19太陽年と235作望月に、ほぼ合うことを見つけ、退院歴の19年に7度追加の月、純月を挿入する、メトン周期を発案した。これによると、1年は平均して365.263日となる。この周期は、 バビロニアや中国でも独自に発見され、太陽年と太陰歴を受け売るう法で調整し、特定の年を13ヶ月とする太陰太陽歴が発達した。地球の公転を基礎に置く太陽歴を発達させた古代文明にエジプトがある。この地で発達した根底には一定の期間で発生するナイル川の洪水があった。これを基準に季節を3つの木に分け、明けと洪水。 ペロイエとメイバエ、ショム、欠ウと呼んでいた。この木がそれぞれ四作棒月とほぼ一致することから当初はエジプトでも大陰歴が用いられていた。ところが彼らは洪水が起こり始める夏の時期には太陽が昇る直前の東の空にシリウスが輝くという天文現象に気づいた。エジプト人はシリウスを神ソプデトとあがめ、下死を基準とする歴法を作り出した。当初、 これは、昨望月を基準に3年に一度純月を加える1年を354日とする大院生歴とも呼べる歴法だったが、紀元前2700年頃に1ヶ月を30日とし別に5日の祭日を設けた1年365日のシリウス歴に改められた。この30日の12倍に、あまりの5日を1年とする歴法は古代。 エチオピアや古代インドのパーシ教徒で用いられた。古代エジプトでは、やがてシリウス、構星と太陽の運行には、若干の差があることが認識され、プトレマイオス三世一世時に4年に一度ウルービを、加え、1年を平均365.25日とする歴法が、制定された。共和制ローマの実権を握った、ガイウス・ユリウス・カイサルは、 紀元前46年に1年を平均365.25日とするエジプトの太陽暦を導入した。彼の死後、一時混乱して、順年を3年に一度とする平均365.3333日の運用もなされたが、紀元8年にアウグストスが修正を施し平均365.25日へ戻された。ローマ帝国の拡大に伴い、 ユリウス歴はヨーロッパのほぼ全土、アフリカ北部から中近東に至る広い地域で用いられた。このユリウス歴でも1年あたり、約11分14秒、長かったため、やがて春分人の誤差が顕著になった。1582年、ローマ教皇グレゴリウス13世によって400年間に97回のウルード氏を設けるグレゴリオ歴へ小読みされ、 一年は365.2425日となった。この年単位は当初はカトリック諸国のみの採用に止まっていた。しかし暦として優れている点が徐々に認められ、プロテスタント諸国には18世紀以降、キリシア正教諸国も19世紀には、ヒキリスト教国では1873年の日本を皮切りに20世紀中には、 世界中のほとんどの国が採用する西暦、世界標準暦としていられるようになった。メソアメリカ文明では、エジプトとは独立に太陽暦を確立していた。メソアメリカには20日の月が18と5日の余日から構成される365日を1年とする暦と、13日の数字による周期と20日の雛�による周期が別々に動き、 260日で元に戻る宗教歴が用いられた。天文学では軽量の単位としての年として1年を正確に365.25日とするユリウス年を用いる。従って1ユリウス年は国際単位系における31557600秒正確にと定義されている。日付年月日と日数が 海歴による時期やそれぞれの地域によって統一されていないことから生じる様々な不具合に対して考案された基準がユリウス通日またはユリウス日である。ユリウス通日は紀元前4713年1月1日またはマイナス4712年1月1日の正午を起点とした通日である。1582年に実施されたユリウス歴から グレゴリオ歴への改歴によって、様々な混乱が生じることを懸念して、スカリゲル1540年から1609年が、考案した。10年を10年期、リケード1000年を1000年期、ミレニアムと呼ぶ。また、100年を世紀というが、これは、西暦元年から100年刻みの時代区分を指す。1年の半分の6ヶ月のことを、半年、半年。 半年という。また、会計年度等で1年度を6ヶ月ずつの半期に分けて、前の半期、前期を、上半期、後の半期、後期を、下半期とも言う。さらに、1年を3ヶ月単位の4分の1に分けたものを、四半期、クォーターと言い、年の初めから順に第1四半期、第2四半期、第3四半期、第4四半期と呼ぶ。英語圏では、9、1。 九二、九三、九四と略す。天文学、地質学、古生物学などでは、以下のような単位が使用される。これらは、キロ年、メガ年、ギガ年の意味だが、日本語では、説当時も訳して呼ぶ。地殻変動など、非常に遅い速度を表すのに、ミリメートル毎年、ミリメートル、Y、ミリメートル、R、センチメートル毎年、センチメートル、Y、 センチメートル r が使われる。資源等の算出量は、トン、毎年、t, y, t, r などが使われるが、年あたりなのは自明とみなし単にトンなどと表すことが多い。他にも様々な量が年にあたりで算出されるが、毎年は省略することが多い。ユリウスネを使って定義される、長さの単位に、光年、d がある。これは、 高速度とユリウス年との席に等しい。一光年は正確に9 4 6 7 3 0 4 7二5 8 0 8 0 0メートルである。現在の一年の始まり、年初、年首は元日、1月1日であるが、これには天文学的、または宗教、思想的な意味はない。グレゴリオ歴の基礎となったローマ歴では、 紀元前735年に始まった当初、1年の始まりを現在の3月、マルティアス初日に置いていた。後に、ガイウス・ユリウス・カイサル、ユリウス・シーザーがエジプトから導入した太陽暦へ切り替えた、紀元47年に、当時に近かった1月、ジャニュアリアスの初日を1年の開始と改めたことが、現在まで引き継がれている。日本語では歴月名は1月、2月、 序数で数え上げるが、西洋の暦の歴月名はそうではない。巡回する十二の固有な名前の、どれが年初かは、必ずしも辞名ではなく、マルティアスを年初の歴月とするか、ジャニュアリアスを年初の歴月とするかは自由度があるのでる。これは曜日を数で数えない言語で、週が日曜から始まるか月曜から始まるか議論があるのと、似ている。しかし、 文化圏や民族によって一年の始まりは様々であった。温帯地方では太陽運行上の節目にあたる冬時や春分、または下至、エジプトやギリシア、秋分、ユダヤ歴を年初と置いていた。農業中心の社会ではローマ歴のように春を年初とみなす場合が多かった。他の太陽歴でも現在の9月11から12日を年初とするエチオピア歴、 8月26日から始まったパーシ歴、現在の9月22から24日を年初としたフランス革命歴、1793年11月24日から1805年12月31日、元日に相当する日はバンデミエール、ブドウ月1日もあった。中世ヨーロッパでは基本的にユリウス歴を用いながらも年初は地域によってバラバラだった。 それらは主にキリスト教にとって重要な日を選び、イエスキリスト生誕日であるクリスマスの1月25日、受胎告知の3月25日、そしてキリスト教で最も重視された医歴では固定できなかった復活祭、1月1日を主の活霊祭として年初に据えることもあったが、一般的ではなかった。1564年にフランスのシャルル9世が、 年初を当時に近い1月1日へ固定した。当初これには国内の反発があったが3年後には議会で採択され正式に発令され、さらにこれは1582年のグレゴリオ歴採用時にも再度定められた。しかしこの定めはキリスト教権にすぐに広がったわけではなく、例えばイギリスが1月1日を年初としたのは1752年であった。 歴史学や天文学などにおいて何かしらの概念に基づく長大な時間に対し固有名詞をつけて何々年と呼ぶ場合がある。古代ギリシアの哲学者プラトンは歴史とは循環するものと考えその周期を36000と試算した。これはプラトン的展開、プラトニックレボリューション、またはプラトン年、プラトニックイヤーと呼ばれる。 天文学的現象の例では、差運動によって春分点が移動して一周する、約2800例に対し、グレートイヤー、グレートイヤーという名称が与えられている。さらに、太陽系が秒速 200km の速度で銀河系を一周する期間である、約2億年も銀河年、グレイクティックイヤーという名称で呼ばれる。年が、 地球の公転周期を基礎にしていることから展示、他の惑星の公転周期についても、年という表記が使われる。例えば、水星年、火星の一年などである。このような用語を使う際、混同を避けるために、地球の一年は、地球年、アース、イヤー,ーとも呼ばれる。2、キロイコール約365.256898日。キロは、 ガウス引力定数で、キロイコール0 0 1 7 2 0零九9 8 9 5定義値。かつては、天文単位の換算などに使われた。現在では、2012年8月以降天文単位は、ガウス引力定数とは関係なく、正確に149 59 70、597,870,700メートルと定義されている。本客中は、主点。 客中内で提示されている出店を示しています。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。